僕の体は本当に音楽でできているので、音楽マストライフ。皆さんこんにちは、山下幸喜です。今日は僕のスマホの中身をこっそりお見せしちゃおうと思います。僕の待ち受け画面はドシンプルネイビーの感じです僕のダンスの先輩がなんかこの色にしてて、それなんかシンプルでいいなと思って、明るすぎず暗すぎずみたいな感じで、まあほぼ暗いですけど一番好きな色は緑なんですけど、なぜかネイビーですね。これは写真にしたことはありますけど、友達とか周りにいる人になんか見られるのがちょっと恥ずかしくて、そのツーショットの写真とか、まあ、したことないですけど、なんかシンプルにしようかなっていう。こちらです。ダン、わかるかな。これ4月からスタートする僕が出演しているドラマ、ガチ恋粘着銃っていうドラマの原作者さんのセイラさんがあの撮影現場に来てて、でその時にあの書きましたって言って、あのいただいたものをちょっと記念に撮りました。ちなみにですね、僕はこの真ん中のコスモという役です可愛いです。 J パークさんとあいゆさんのガナダラっていう曲で、題名がガナダラっていう覚えにくい感じなんですけど、これをいつも最近は聴いてます。むちゃくちゃ聴いてる。結構ノリがいい曲で、なんか最近しかもあったかくなってきてるっていうので、なんかこう気分が上がるというかね、そういう感じでちょっと聴いてます。あー、最近電話した人誰やったかな。後輩です。なんか大阪のダンス部の時の後輩が実はもうこっちに上京してて、ずっと仲いいんですけど、その子がよく俺に電話してきてくれるので、コウキさんこういうことあったんですけどどうすかみたいな感じで聞いてくるんで、結構そういう感じでなんかたわいもない話を電話でしたりはします。長電話僕苦手なのでしないです。僕があのいい感じに終わらせて途切らせちゃいます。あ、なんかどう、あ、そうっすか、あざす、お疲れしたみたいな感じで終わらせます。パラビというアプリの中のコントが始まるです。2年前ぐらいかなのドラマ、菅田将暉さんと中野太賀さんと神木隆之介さん、もうたくさんの方が出てて、そのドラマが実は僕一番好きです。コント芸人3人組がなんかなんだろうの成長を見るみたいな感じなんですけど、結構リアルなお芝居で、なんかこう作ったこうハッハッとかじゃなくて、なんかこうこの感じで喋ってるみたいなこうナチュラルお芝居な感じのドラマなので、それが結構僕的にはグッとくるというかね、ポイントが高いです。ドラマ一気見はできないタイプです。なんか、ね、そのよくいるじゃないですか、あの夜寝る前に全部見ましたみたいな、そのアニメのシリーズのやつ全部見たみたいな、俺できるそういうのっていつも思うんですけど、僕は絶対眠くなっちゃうのでできないです。Spotify、 この緑の、僕プレイリストなくて、実はお気に入りに全部入れてます。朝聴く曲、寝る前とかのプレイリストはあんまというかゼロです。作ってないです。僕1855曲にこれお気に入り入ってます。これは減らしはしないです。てか、もう僕の体は本当に音楽でできてるので、音楽マストライフ。僕は
トムとジェリーのスタンプを使ってます。あとはあの僕スターウォーズが好きなんですけど、お父さんがまずスターウォーズのスタンプを全種類持ってて、誰かにプレゼントできるみたいな機能があるらしいです。それでもうもらってます。で僕はスターウォーズ好きなのでそれを使ったり、でも一番使ってるのはトムとジェリーのスタンプを使ってます。最近のディズニープラスでやってるやつはちょっと手をつけれてなくて、マンダロリアンかなとかはつけれてなくて、それ以外はもう全部見ました、ね、いっぱいいるな。アナキン・スカイウォーカーですかね、僕は。なんかアナキン・スカイウォーカーはまあ後々ダース・ベイダーになるんですけど、アナキン・スカイウォーカーの若い頃とかがすごい好きです。必需品ケースはもう今結構流行りだしたのか、流行ってるものなんですけど、こう丸とこういうやつがあるやつで、専用の充電器があって、それがこうバチってつけれるんですよ。で持ち歩けだから充電できるみたいな。だから線じゃなくて、線だとかさばるじゃないですか、こうポケット入れてああみたいななるんですけど、ここにピチってあの磁石でつけれるので、こうやって持って触れるからっていうケースを使ってて、中にはスパイファミリーアーニャのステッカーですね。大好きです。であとはじゃん、 AirPods Pro。ただ歩いてる時とか何もない時はずっとイヤホンつけて音楽聴いてるし、でこれは東京行く前にお父さんとお母さんがあの行ってらっしゃいということでプレゼントしてくれた大事なものなので、なくすわけにはいかないぜ。以上、山下幸輝のスマホの中身でした。 L デジタルのインタビューと L の TikTok で披露しているダンス動画もぜひ見てください。バイバーイ。